ピース動画見てくださっていつも本当にありがとうございます。今日の動画はなんとサムネとタイトルにもある通り本日はじゃーん、 GU のプレスルームにお邪魔させていただいております。そしてなんとこのプレスルーム貸し切りで撮影をさせていただいております。ありがとうございます。今回はですね GU の冬の新作たちをいち早くとにかくたくさんの点数を皆様にルックブックでお届けしたいと思います。私普段 GU とかの購入品やってるんですけど、やっぱ店舗に行って購入するっていうのだと数にすごい限りがあるので、今回はこのプレスルームをなんと貸し切りさせていただけるということで、普段買えないアイテムとか着たかったけどこれ着れなかったっていうアイテムたちをとにかくたっぷりご紹介していきたいと思います。ぜひ動画を楽しんで最後までご覧ください。それでは早速動画いくぞ。はい、一コーデ目こんな感じでございます。じゃーん、結構大人シンプルな感じのラテコーデを組んでみたんですけど、めっちゃ可愛いこの新作のアウター。素材がすごい柔らかくて、これジャージー素材なんだって。だから結構軽くて着心地もすごくいいし、ちょっと伸び感があって着心地が本当に最高です。丈は私身長160センチでこれぐらいなので、多分低身長の方とか高身長の方とか問わず着ていただけると思います。ちなみにさ、このさ色味がめっちゃ可愛いんだけど、みんな見てほしい。濃すぎず薄すぎない、ちょっとくすんだ感じのおしゃれな大人な色味がめっちゃ可愛い。あと襟がちょっと大きめなのも小顔効果で可愛いです。インナーもこちら GU のアイテムで、ブラウンっていうカラーなんだけど、ちょっとカーキっぽい感じのブラウンの色味がめちゃくちゃ可愛いし、なんか結構おしゃれに見えて高見えするような色味だなと思います。しかもこのアウターとのさ、この色のバランスすごい可愛くない？個人的にこのタートルの色味がすごくお気に入りです。パンツが本当に形がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。縦のラインストーンって本当に綺麗に見えてて、前にスリットが入っていて足が本当に長く見えます。ちなみにこれもめちゃくちゃ柔らかくて履きやすいし着心地抜群です。で、全アイテム全然重くないから肩凝ったりとか着心地が窮屈っていう感じもしないです。バッグも今回 GU のアイテムです。可愛いよね。結構モコモコもちもちした感じでボリューム感もあって、手元のねこの金具が可愛いです。なんかこういうシンプル系のコーデするときにコーデのアクセントとして持つのが私は可愛いと思います。多分このコーディネートみんなめっちゃ好きだと思って一コーデ目に持ってきたんだけど、どうですか？ちなみにブーツを GU のアイテムです。このコーデ好きって思ったらぜひコメントください。はい、二コーデ目こんな感じでございます。このコーデもめちゃくちゃ可愛くないですか？どうですか皆様。トップスメンズのニットを使ってみたんだけど、このメンズニットがさめちゃくちゃ可愛いんだけど、色味やばくない？オレンジレッドみたいな、ただのオレンジよりももうちょっとこっくりした感じの色味で、糸がねちょっとイエローと白とオレンジと3色ぐらいで編んである感じなんだけど、可愛い。このメンズニットのたっぷりを前だけインして着るのが結構気分かなと思いました。ちなみにメガネもこれ GU のアイテムです。バッグもねもっこもこのバッグをしたんだけど、これも可愛くない？3色ぐらいねあったんだけど、めっちゃ可愛い。サイズも多分財布と携帯とちょっとリップが入るぐらいで、意外とね入りそうで、この秋冬めっちゃ使えそう。今年の秋冬はもうモコモコがめちゃくちゃトレンドになるから絶対買っておくべきだと思います。あとねパンツの形もめちゃくちゃ綺麗です。これもね縦にラインがスーッと入っていて、足が本当に長く綺麗に見えます。ちょっとふわっとした感じの冬っぽい素材感になっています。前のさタックがしっかり入ってるからお腹周りもすごいスッキリ見えていいよね。ちなみにブーツも GU のアイテムです。可愛すぎる。これトマトニットって呼ぶかな、めっちゃ可愛い。次、はい、3コーデ目こんな感じです。じゃーん、このコーデもめっちゃ可愛くないですか？ポイントはまずこのピンクのニットに今年トレンドのボックスプリーツのスカートを合わせてみました。どうでしょうかね。このさピンクのニットめっちゃ可愛いんだけど、ちょっとみんな見て色味がさめちゃくちゃ可愛くない？私が絶対的に似合うであろう明るいベビーピンクなんだけど、ポイントはねこの首周りのここがね太くなってるから、だからこそ首がスッと細く見える感じがしてすごい可愛いです。でチクチクも全くせずに下着の上から着ても違和感なく着ていただけます。そしてこのボックスプリーツのスカートなんだけど、ちょっとね太めのプリーツになってるんですよ。この太めな感じがねおしゃれですごく可愛いです。ちょっとポニーテールしてカジュアルに決めてみました。シューズも GU のものです。
先ほどね手に持ってたこのねシルバーの合わせたバッグも GU です。かわいい、コインケースとかいろいろついてる、シルバーで。これ多分コーデのアクセントとしてめっちゃ使えると思う。そしてこのね GU のチェスターがめちゃくちゃ可愛かったからちょっと合わせてみたんだけど、可愛くない？このピンクにさ黒のチェスター合わせる感じ結構惜しい。お尻まで隠れるトコッとしたシルエットがめちゃくちゃ可愛いし、こういうロング系のスカートに相性抜群だと思います。はい、4コーデ目こんな感じでございます。ハーフパンツにロングブーツでのカジュアルコーデにしてみました。いかがでしょうか。このね赤にブラウンのパンツの合わせがめちゃくちゃ可愛い。今回のコーディネートで私このコーデュロイのパンツ結構推しで、結構形が綺麗です。コーデュロイなのでお縦のラインがスーッと入っているからこそ足がストンと綺麗に見えるし、あとね前にタックが結構しっかり入ってるのが可愛いです。あと色味も可愛くないですか。結構こっくりとしたブラックに近いブラウンなのが大人っぽく履けるハーフパンツとしてすごい可愛い。でこちらのトップスがマルチウェイセーターって言って2枚トップスを重ねて着用するやつなんですけど、これ別々でも使えるからインナーのこのねハイネックの赤いトップス1枚でも着れて、その上から重ねてるこのトンタキのトップスも別で着れるから便利だと思います。あと色味が可愛い、めちゃくちゃトマトみたいなオレンジっぽい赤になってます。そしてバッグも GU なんだけど、このモコモコの最初に紹介したバッグの大きいバージョン、収容量ぐらい結構入りますのベージュです。そしてロングブーツも GU のアイテムになっております。まあ、ハーフパンツ系のレコーディネートはちょっと子供っぽくなりがちなので、あんまりなりすぎないようにパキッとした赤入れたりとか、あともっと大人っぽく着たい方はメガネとかしたら大人っぽくなると思います。次、はい、5コーデ目こんな感じでございます。じゃーん、ニットのワンピースを着てみました。これ結構色味がめちゃくちゃ可愛いなと思ったんですけど、緑の色味だと思うんですけどグレーっぽい感じがするから、色物のワンピース苦手だなって方とかでも結構馴染みやすくて着やすいような色味になってます。あと首周りもね意外と詰まってないから、私骨格ストレートですごい首が短いのコンプレックスで、こう詰まりすぎてるとあんまり着れないんですけど、首が短い私でも着れるから結構いいと思います。あとお袖もねたっぷり萌え袖な感じも可愛いし、これ中のニットと2枚セットになっております。ちなみに合わせたバッグは最初に紹介したこちらのアイテムです。やっぱさこういうさゆるっとしたワンピースにはなんかアクセントが欲しいと思うから、こういうちょっとゴールドが入ったものとかを合わせるのがおすすめです。シューズはボリュームソールのブーツを履いております。白を合わせました今回は。これは結構ゆるっと楽ちんだけど決まったコーデになっております。次、はい、6コーデ目こんな感じでございます。じゃーん、ねえこのコーデ結構可愛くないですか。ポイントはこのラメラメキラキラのニットでございます。キラキラすぎるニットがめちゃくちゃ可愛いです。もう今年の秋冬はキラキラ、ラメ、グリッター全部トレンドになってくるので、とにかくキラキラしたものを私は買うべきだと思っていて、トレンド感たっぷりなニットです。しかも結構ねめちゃくちゃギラギラなのだけど全然チクチクしないから、それも嬉しいポイントです。このシルバーラメがマジでめちゃくちゃ可愛いです。そして合わせてるのは黒のデニムを合わせてみました。そしてブーツも黒のブーツを合わせて、今ちょっとヒールのあるものを合わせて大人っぽくしてみました。そしてバッグもこれ GU のアイテムなんですけど、こんな感じでファーの真っ白のアイテムなんだけど、まあ、最初も伝えた通りモコモコとかファー素材とかすごいトレンドになってくるから、これもコーデのポイントとして使うのすごくいいと思います。このコーデは結構大人カジュアルに振って、でも素材感とかラメ感で勝負なシンプルなコーデになったんじゃないかなと思います。7コーデ目こんな感じでございます。じゃーん、パープルのニットのセットアップを着てみました。スカートの丈があんまり短くないからミニ丈苦手だよっていう方でも結構着ていただきやすいかなと思います。ロングブーツと合わせると肌が見えてるねところが結構少ないので、冬でも着やすいんじゃないかなと。そしてこのパープルの色味がめっちゃ可愛い、こんな感じです。結構くすんでて、私パープル普段めっちゃ着るかって言われたらそんなに着ないんですけど、そんな私でも割と着やすい肌なじみのするパープルですし、チクチク感も全然ない、素肌に着ても全然大丈夫でした。ちなみに今前だけこんな感じでインしてるんだけど、全部アウトにするとこんな感じ。まあでもシルエット的には前だけにした方がちょっとだけスタイルよく見えるから、こういう感じで着るのがおすすめ。ちなみにロングブーツも GU です。
そしてバッグはさっきも合わせてたこのシルドバッグを合わせました。次、はい、ハチ公で目こんな感じでございます。じゃーん、今回の推しアイテムはこのブルーのアウターでございます。このアウターさ、色味めっちゃ可愛いし、めっちゃ軽い、マジで肩こらないし、めっちゃ暖かい。もう今汗かいてきてるぐらいマジで暖かいです。推しポイントはこの色味だよね。やっぱダウンってみんな毎年さ、黒とかベージュとか白とか持ってる子いると思うんだけど、なんか GU だからこそ、この価格だからこそ、こういう色物に挑戦しやすいというかさ、可愛くない？色味。なのでなんか普段ベーシックなアウターのカラーが多いよっていう方はこのブルー購入するのおすすめします。ブルーのアウターなんて持ってないけど、これなら着れそうって思いました。こんな感じで黒メガネとかかけても可愛いと思います。これも最初紹介したやつです。で、バッグはモコモコのベージュにしました。パンツはさっき履いてた黒のデニムで、シューズを白のブーツにしたんだけど、この白のブーツめっちゃ履きやすい。ヒールが割とあるのに結構足首が曲がりやすくてめっちゃ履きやすいなって思いました。暑い。はい、ということで合計8コーデ皆様に新作ご紹介できたんじゃないかなと思うんですが、いかがでしたでしょうか。温かアイテムすぎて今汗だくで撮影してるんですけど、皆様にぜひね、GU の冬の新作の素敵なアイテムたちが参考にしていただけるとすごく嬉しいです。ということで本日の動画以上になります。見てくださって本当にありがとうございました。チャンネル登録まだしていないよって方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録ボタンポチッとお願いいたします。各 SNS もやってるのでぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いします。ピアスバイバーイ。ヒーピースちゃん、もう気持ちです。見てください、もうマジでめっちゃ熱い。ということで、GU さんのプレスルームをお借りした企画だったんですけれども、この企画ね、前回の秋の動画がめちゃくちゃ皆様からね好評で、今回またねプレスルームをお貸しいただくことになりました。本当にみんなのおかげだし、 GU さんのおかげです。本当にありがとうございます。普段ね、 GU の店舗で購入っていう企画ではできないような、本当に数をたくさん紹介できたんじゃないかなと思うし、このアイテムとこのアイテム合わせたらこうやって高見えするとか、そういうコーディネートのポイントもねお話できたんじゃないかなと思います。バイ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 。もう待って、暑すぎて今でかい画面だと思うんだけど、個人的にはこの青のアウターが結構推しです。じゃあみんな見てくれてありがとうね。またこの企画見たいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。また次も GU さんにプレスルームお借りしちゃって撮影できたらと思います。じゃあねー。